にちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回ですね、ちょっと読書についてなんですけど、松下幸之助さんのですね、この道を開くっていう本、ちょっと昨日買ってきましてですね、ちょっと読んでみたんですが、非常に示唆に富んだいろんなこの私たちの生きる上でのいろんな指標がここにいっぱい入ってるような気がしますので、ちょっとご説明したいと思います。最近ちょっとね、こういう本をちょっと読みたいなと思うようなことありましてですね、こういう本なんですよね。結構これベストセラーになったんですね。530万部がこう、売れたというか、ね、私欲の随想集ということで、このね、ちょっと、この中にこう、紹介されてる、短文集ですね。エッセイ集というかね、そういう、なんですけど、その中でちょっと私感動したのはね、ここの部分なんですね。それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿から必ず新たな道が開けてくる、深い喜びも生まれてくる。ですからこの、継続は力というかね、とにかくやり通すということが非常に大事だということが、ここに書かれているので、またいろんな内容、またね、こういろんな入ってますので、また機会ありましたらまたご紹介したいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。